古代神話の時代、天界には千年にも及ぶ修行の末に強大な力を手にした九尾の妖狐がいた。天界を滑る天帝の守護を任され、幾度となく危機を退けた。しかし天帝自身をも恐れさせるようになり、ついに天帝は妖狐の処刑を言い渡した。裏切りを知った妖狐は怒り、持てる力のすべてで天界の半分を壊滅させると地上へと下った。そうして力を使い果たした妖狐は天帝への復讐を心に誓い、長き眠りについた。